こんにちは、はるです。今回は Excel の業務効率を格段に上げる便利なショートカットキーをまとめて総復習していきます。これまで単発で取り上げてきた様々なキー操作から特にお勧めしたいものを厳選したダイジェスト版でテンポよく振り返っていきます。画面上のインフォメーションもしくは動画の概要欄から各ショートカットの解説講座にアクセスできますので、詳細が気になったら合わせてチェックしてみてください。このチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。有益なスキル講座を見逃したくないという方は、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。実務においては会計機関が切り替わったり、管理対象のエリアが追加されたりして、数式は残したまま直接インプットされているデータだけを削除してフォーマットを使い回したいことってよくありますよね。サンプル数がこの程度であれば一個一個消していってもさほど手間ではありませんが、情報量が多くなるほど選択して削除の繰り返しで相当時間がかかってしまいます。今回使っていくのはコントロールキーとシフトキーと左角カッコが書かれたキーの組み合わせです。表を全選択してコントロールシフト左角カッコを何回か押していけば直接インプットされた値のデータだけが選択されます。ここまで来たらデリートキーで削除します。非常に便利ですよね。セル編集には大きく3つのモードが存在しています。具体的には入力モードと編集モードと参照モードです。セル編集の課題はセル内のデータを手直ししたいのに、セルのモードが入力モードになっているせいでアクティブセルが移動してしまったり、参照モードになっていることで参照セルを選択する挙動になってしまうことでした。そのためこのセルのモードを切り替える操作が求められます。それこそがまさに F2 キーなんですね。例えば入力モードになっていて特に何もしなければカーソルキー操作でアクティブセルが移動してしまうところを F2 キーで編集モードに切り替えればカーソルがセル内を移動してくれます。また数式の構築中参照モードになっているときに F2 キーで編集モードにすれば計算式の序盤や中間の参照先を手直しすることができます。データの合計値をインプットするセルをアクティブにした状態で、ここでキーボードの Alt キーと Shift キーとイコールが書かれたキーを同時に押します。これによって隣接したセル範囲に入力されている値の合計を求めるサム関数が挿入されます。あとは Enter キーを押すだけで結果が表示されます。さらに複数のセルを先に選択した状態で Alt Shift イコールを実行すると瞬時に計算結果が表示されますので、 Enter キーを押すステップをも省略できます。またこれと同じ操作で縦方向の合計も求められます。非常に便利ですよね。そして値のデータがこれだけ分かりやすく集結している場合は、あらかじめ全ての範囲を選択して Alt Shift イコールを押せば縦方向の合算と横方向の合算が同時にかつ一瞬で実行されます。極めつけに上半期の合計欄を範囲選択して Alt Shift イコールを押すと第1四半期と第2四半期の合計値を求めることができます。ただこのグラフを1から挿入するとなると、最初に対象のセル範囲を選択して次にリボンの挿入タブを開いて真ん中あたりにあるグラフのグループから例えば棒グラフを指定して最もオーソドックスな 2D 形式をクリックしてようやく挿入できるということで、意外と手間がかかってしまいます。グラフ化したい表のどこでもいいのでアクティブにして、ここでキーボードの Alt キーと F1 キーを同時に押しましょう。するとデータが途切れるところまでの範囲を Excel が自動で解析して該当のデータをもとにグラフが挿入されました。非常に簡単ですよね。詳細項目の範囲と期間合計の間に今回設定した罫線が適用されました。ここで試しに計算セルの数式を単純にコピーして全ての範囲に貼り付けていきましょう。そうすると計算セルに入力されていた数式だけではなく書式も含めて丸ごとコピーされてしまったので、計算セルの薄くて細い罫線がコピーした先に上書きされてしまったんですね。コントロール D でも同様で、書式も含めて計算セルのセル情報が丸ごと反映されてしまっています。計算セルをアクティブにしてセルの右下をダブルクリックするオートフィル機能を使っても同様に罫線は上書きされてしまいます。オートフィル機能で値や数式だけをコピーしたい場合は、オートフィルを実行した後に出てくるこのオートフィルオプションをクリックして書式なしコピーを選択する必要があります。そこであらかじめ対象範囲を選択しておいて特定のセルに数式をインプットしてコントロールエンターを押せば、罫線の書式設定を維持した上で全ての範囲に同じ数式を適用することができます。今度はこれを今見えている部分だけをコピーして別の場所に貼り付けようと思っても、このように非表示になっている部分もセットで転記されてしまいます。
また表示されている箇所だけ書式を変更しようとしても非表示の範囲も一緒に更新されてしまうため、結局一つ一つ選択して編集しなくてはなりません。該当の範囲を選択したら、ここでキーボードの Alt キーとセミコロンを同時に押します。こうすることでジャンプ機能の選択オプションを呼び出さなくても活性範囲をサクッと指定することができます。後の流れはこれまでと同じです。非常に便利ですよね。キーボードのコントロールキーを押しながらタブキーを押します。そうするとアクティブセルが右のファイルに切り替わりました。この状態でもう一度コントロールタブを押すとアクティブセルが左側のファイルに移動します。これに慣れてくると一連の転記作業をよりスピーディーに行うことができます。このような形ですね。こうしたファイル間の移動しながらデータをコピーしていく作業は実務でも大変多く発生しますので、今回ご紹介したエッセンスを1日に1つもしくは1週間に1つぐらいのペースでゆっくりと身につけていきましょう。Excel で作業中のユースケースとして Alt タブはメールやブラウザだったり PowerPoint のような別のアプリケーションとのマルチタスクで非常に有効ですし、 Ctrl タブは例えば2つのブックを左右に並べて片方のブックのデータをもう一方のブックに転記していくシーンで大いに活用できます。ただ複数の Excel ファイルが開いている状態で別のブックに切り替えたいとなった時に、大量のアプリケーションが混在しているたくさんのウィンドウから Alt タブや方向キーで選択するのも結構大変ですし、かといって Ctrl タブは現在アクティブになっているブックと一つ前に作業していたブックの間でしか切り替えができないので、3つ目4つ目の Excel ファイルにたどり着こうとするとどうしても一手間かかってしまいます。今回使っていくのは Ctrl キーと Shift キーとタブキーの組み合わせです。コントロールキー、シフトキーを押しながらタブキーを何回か押すと、同じアプリケーション内で開いているウィンドウを順に表示してくれます。Alt タブのように方向キーやタブキーで選択しなくても、すでにアクティブな状態なので、すぐに作業に取り掛かれます。非常に便利ですよね。まずはこの状態で Alt キーを押しましょう。すると、リボンの左上に数字が裁判されたゾーンがあります。これがクイックアクセスツールバーなんですね。今回はサンプルとして1を押せば値貼り付け、2を押せば数式の貼り付け、3を押せば列幅の自動調整ができるように設定しています。J 列の売上実績のデータをコントロール C でコピーして E 列に値貼り付けしていきます。値貼り付けはクイックアクセスツールバーの一番最初に登録してありますので Alt1 でしたね。売上の計画を合計している関数をコントロール C でコピーして E 列の売上の実績に貼り付けていきます。今回は数式の貼り付けなので2番目に登録していたコマンドです。Alt2 を押しましょう。これによって数式のデータを貼り付けることができました。利益の実績にも同様に Alt2 で数式を貼り付けていきます。Alt1 や Alt2 で実行できるのは非常に効率的ですよね。また列の幅をところどころ狭めてみて、対象の範囲を選択した状態で Alt3 を押せば一瞬で列の幅を自動調整することができます。フィルター機能を呼び出すために、まずキーボードの Ctrl Shift L を押してフィルターが適用されたら、下向き三角のマークをクリックしてリストを開いて、絞り込みたい情報だけにチェックを入れたり、さらに全体のアイテム数が多い場合は対象の文字列を入力して検索させたりということで、結構手間がかかってしまいます。データベースにフィルター機能が設定されていないこの状態で、どれでもいいので切り山と入っているセルをアクティブにしてマウスカーソルを合わせます。続けてマウスの右クリックを押しましょう。すると開かれたメニューにフィルターという項目があって、アクセスキーとしてアルファベットの E が設定されています。さらにその詳細項目として、選択したセルの値でフィルターという項目にアルファベットの V が裁判されています。これを一度クリックすると、選択していた桐山さんに該当する情報だけに絞り込まれて、同時にフィルター機能も呼び出すことができます。あとはこれをテンポよく行うだけですね。対象のデータを選択した状態で右クリックを押して E、V です。慣れてくると一瞬で作業を完了することができます。今回の他の範囲に適用するという前提においては、適宜 F4 キーを押す前にカーソルキーやシフトキー、コントロールキーやスペースキーを用いた対象範囲の選択というステップが必ず発生します。対象範囲を選択してから繰り返し操作を実行するのであれば、 F4 キーまで手を伸ばさずにキーボードの手元に近いキーだけで全てを完結させてしまった方が効率的ということです。ここで代用できるのが Alt Enter です。この Alt Enter はセル内を編集する際にテキストを特定の箇所で開業すると誘導さが最も
最も有名ですが、セルの中にアクティブカーソルが入り込んでいる時以外は F4 キーと同じ働きをしてくれます。直前に第1ブロックのセル範囲を塗りつぶした状態で第2ブロックの範囲を指定して Alt Enter です。使うキー数は2つになりますが、指を無理に伸ばしたり場合によっては腕を浮かせたりしなければならない F4 キーに比べると、個人的にはキー面積も広く両手でサクッと負担なく処理できる Alt Enter が好みです。さらに毎回左上のセルを危険に安易選択するとは限らないですよね。右上のセルからスタートした場合は Shift タブや Shift エンターを押しただけでは右下のセルに瞬時に飛ぶことはできないですし、表の中間部分から全選択すればなおさらアクティブカーソルの移動に時間がかかります。こんな時に有効なのがコントロールキーとピリオドが書かれたキーの組み合わせです。一番右上を起点に表を選択してコントロールピリオドを押すと、アクティブセルが右下のセルに移動します。あとは先ほどと同様、対象範囲を縮小してここでもコントロールキーを押しながらピリオドを2回押していけばアクティブセルが左上に移動します。これによってどこを起点に範囲選択しても求めていた数式のコピーがサクッと行うことができます。今実行したコントロールピリオドは選択範囲内の四隅を移動してくれるショートカットキーです。タブキーやエンターキーは選択した範囲の中でデータ入力をする際に便利なため知っておいて損はありませんが、選択範囲の拡張や縮小という視点ではここまでご案内してきたように少しばかり制約があります。対してコントロールピリオドを覚えておいていただければ今回のようなシーンでもサクサクと数式を複製することができますし、またこうした情報量が多い表において必要な範囲が正しく選択されているかを確認することもできます。こうした場面でよく使われるのがコントロール D で一つ上のセルのデータをコピーするショートカットキーですが、もし大元のセルや行に塗りつぶしや一部罫線などが設定されていると全てのデータを複製してしまうコントロール D では書式まで流用されてしまいます。ここでキーボードのコントロールキーとシフトキーと数字の2を同時に押します。するとアクティブにしていた A5 セルに一つ上の A4 セルの文字列値のデータだけが瞬時に複製されました。しかもこのコントロールシフト2を使うとデフォルトで入力モードになります。そのためこのままバックスペースを押して098とインプットすれば一瞬で作業完了することができます。もう一度通してやっていきましょう。コントロールシフト2を押して一部のデータを消したら該当の情報を追加していきます。ちなみにコントロールシフト2で遷移する入力モードはセル内でのカーソル移動ができず、カーソルキーを使うと別のセルに移動してしまうんですね。そんな時はカーソルキー操作をする前に F2 キーを押せば編集モードに切り替わるので、テキストの序盤や中間の文字を手直しすることができます。コントロールシフト2で文字列だけを複製したら F2 キーで編集モードにして指定の情報に更新していくだけですね。罫線を一括設定した後に所々列を挿入したり行を挿入すると隣接するセルの書式がそのまま適用されるので罫線も同じように引かれてしまいます。これをまとめて削除しようとして列を全選択して選択範囲の罫線を削除するアクセスキー AltHBN を実行すると本来残しておきたい箇所もリセットされますよね。かといって不要な罫線を一個一個タッチして消していくのも相当手間がかかってしまいます。対象の範囲を選択したら、ここでコントロールキーとシフトキーとバックスラッシュのキーを同時に押します。すると、表の端の罫線だけをきれいに取り除くことができました。続いて、列を挿入してついてきてしまう罫線にも同じように処理していきます。対象の列を選択して、コントロールシフトバックスラッシュです。すると、このように必要な罫線は残して、いらない罫線だけを消してくれます。行を挿入してついてきた罫線についても、対象の範囲を選択して、コントロールシフトバックスラッシュを押せば、使わない罫線だけをきれいに削除してくれます。それでは G2 セルの継続がアクティブになっている状態で、ここでキーボードのコントロールキーとシフトキーと円マークが書いてあるキーを同時に押しましょう。すると指定した G 列のデータ範囲において廃止もしくは中止と入力されているセルだけが選択されました。あとはこの状態でコントロールキーとマイナスキーを押せばデータを削除するメニューが出てきますので、行全体を指定して実行すればデータベース上には提供を継続するサービス情報だけが残ります。この手順を応用すれば特定の文字列に当てはまらないデータをまとめて別の表現に編集することもできます。例えば C 列の納品年度において2020年よりも前に納品されたデータを2020以前という表現に変えたいとなった時も、対象のデータ範囲を全て選択して2021をアクティブにしたらコントロールシフト N でそれ以外の年度が選択できます。続けて現在アクティブになっている C5 セルに2020以前とインプットして、ここでキーボードのコントロールキーを押しながらエンターキーを押せば選択していた対象のデータの表現をまとめて変換することができます。
以上のように今回はこれまでご紹介してきた便利なショートカットキーをまとめてお届けしました。もし日々の業務で使えそうなものがあればぜひお試しください。そして今回の動画が少しでも役に立ったなという方は高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。本日の講座は以上です。